お疲れ様です今回はチャット GPT で作ったグラフを文字化けさせない方法を共有したいなと思います。意外とですね、この方法のやそのやり方をあのこれ単体でまとめてくれてる動画とかあとはその、まあ、ノート記事とかね意外と少ないんですよ。で僕、グラフを作るときに文字化けしない方法どうだったかなって毎回ちょっと あれって忘れちゃうのであの今回は本当に自分用に記録に残したいなと思って撮ってますはい、まあ、なので参考にしてもらえれば嬉しいなと思いますで、えっと、今回のやり方に関してはあの鉄メモさんっていう方があの X で流してくれてるんですよ完全にこのやり方をパクってるのであの僕のオリジナルではないですはいなので今回の動画を見たとしてもこのやり方は鉄メモさんから教わったと思ってください、はい 鉄メモさんの X のポスターの概要欄に貼っとくので、ぜひこれが確認していただければなと思います。はい、であの、チャット g p t でグラフを作ったら、文字化けする問題があるじゃないですか。だから、Excel データとか入れて、じゃあそれを分析しました。で、グラフにすると、こんな感じで文字化けしちゃうんですよね。で、これだとやっぱちょっとね、見栄えも良くないし、使いづらいなっていうところで、その鉄メモさんのやり方が出てくるわけですよ。 でめちゃくちゃ簡単なんで、まあ、それをちょっとねあの、メモに落とさせてもらったんで、もう本当にこの手順でやっていくって感じですね。このメモも概要欄に貼っとくので、後で見返してもらえればなと思います。めちゃくちゃ簡単です。このノートサンズ j p ですかね。これを普通にウェブ検索します。普通にウェブ検索します。で、すると、こういうなんちゃらジャパニーズっていうのが出るんで、 で、これをまたクリックして中に入ると、右上に Get Font ってあるので、これを押します。で、そしたらダウンロードオールっていうのが出てくるんで、これをクリックします。そしたらフォントが全部ダウンロードされたんですよ。で、そのフォントがこれですね。はい。ZIP ファイルになってるんで、この ZIP ファイルを使うっていう、ただそれだけの話になります。で、鉄メモさんが推奨してくれてるのが、 チャット g p t のプロジェクト機能にこのファイルを仕込んでおけばもうこれを使ってくれるよっていうものなんですね。めちゃくちゃ簡単なんであのすごく便利です。で、今これフォントのファイルを使わずにやったらこんな感じであの文字化けをしちゃうんですけどえー、っと僕はもうそのプロジェクトを作っちゃってるのでこれだな。はい。ここにさっきの ZIP ファイルをもう入れちゃってます。はい。 であのこの指示っていうカスタムプロンプトを入れるところに分析やグラフ化する場合は文字化け防止のためにプロジェクトファイルの n o t ンズ j p ですか、ね、さっきの ZIP ファイルのフォントを必ず活用することっていうもうたったこの一文だけを入れるだけです。はい、これだけで文字化けがあの防げてこれ同じファイルなんですけどさっき入れた Excel ファイルで全く同じ 棒グラフというか折れ線グラフなんですけど、ここ文字分けしてないの分かりますこれ。ほんとね、たったこれだけなんですよ。めちゃくちゃ簡単なんですよ。で、このファイル、このファイルというか、その折れ線グラフは画像としてダウンロードできるんで、今これダウンロードしたんですけど、こんな感じで画像としてダウンロードできるんで、これ写真を使って共有するとか、あとはまあ、例えばですけど、 パワーポスライドに貼り付けるっていうことも全然できるしあとはインタラクティブチャートにって言ってちょっと見た目を変えたりとかもできるしあとはこう折れ線グラフの色を変えたりとかもできるんですよえー、っと分かりにくいな表 <laughs> あれ 色が変わらなかった。<laughs> 色が変わりませんでした。<laughs> はい。まあこんな感じで、一応いじれるはいじれるので、あのこんな感じで使ってもらえるといいかなと思います。本当に簡単です。はいで。フォントファイルをダウンロードしてで、あとはプロジェクトに仕込む。まあまたは普通にチャットをやるときでも、あのここからファイルを選択して、この ZIP ファイルを入れてあげればいいだけなので、こうですね、ZIP ファイルを入れてあげれば。で Excel ファイルとかも入れてでこれであのこのフォントファイルを使って文字化けしないようにしてくださいねっていうプロンプトを入れるだけですはいめちゃめちゃ簡単ですよねもうなんかフォプロジェクトに入れておけばもうそれ以降触らなくてもいいしプロンプトも入れなくていいんでもう普通にデータを入れるだけとか、まあ、自分が本当に分析したいことを入れてあげるだけとか、まあ、あとはえっ、ー、と棒グラフにしてとかって言うと まあ今折れ線グラフで作ってるんですけどじゃあそれを棒グラフに変えるっていうことも簡単にできちゃうんでこれなかなかねあの地味なんですけど便利だなと思ってるしあとは地味だからこそなかなかねあのこれ単体の動画がねないんですよね <laughs> はいなのでちょっと今回は自分のために作らせてもらいましたこんな感じですねはい文字化けせずにできてるんででこれ色が 色変わらないなぁんでだろうはいという感じになりますはいあのほんとサクッとした動画になりますけどあの一応残しとこうかなと思うので是非参考にしていただければなと思いますであの鉄メモさんのポストもね是非確認していただければなと思いますはいというわけで以上です